キムネカカはオウムメインコカに分類される鳥類であるが、ノーホークシマとフィリップ島に生息していたが、すでに絶滅した。キムネカカは大型のオウムであった。この種は、長さが約38センチメートルで、大部分はオリーブ色であり、頬と喉は赤みがかったオレンジ色、麦わら色の胸に、足、で部と下腹部と、くちばしは暗い大色だったという。 この種の生態はほとんどわからない。地上と背の高い木の両方に生息し、開花した低木や好みを食べていたと言われている。鳴き声はジョン・グールドによって、しわがれ声、ガチャガチャ、不調和な音、時には犬の吠え声に似ていると説明されただけだという。1788年に最初の入植者の到着後、ペットや食用として捕獲された。 本種が記載されたのは1836年だが、この時はすでに数が激減していたと思われる。1825年から1854年までの間、このノーフォーク島とフィリップ島のどこかで野生で絶滅した可能性がある。種としての最後の個体は、ロンドン動物園の中で1851年に死亡し、地球上から姿を消した。 現在は16の標本があるだけとされる。バードライフインターナショナルネスター・プロダクタス IUCN レッドリスト・オブ・スレッド・オンド・スピーシーズ2018ありがとうございます。